まあね、ザリガニじゃないから甲殻類もしてね。もともとはアメリカザリガニも外来種なんでしょ、うん、そうそうそう、アメリカでついてるし、そう、この種類にいるけどね、なんか持ってきたんだよ、うん、話したんだよね、食用かやん、元は分かんねえけど、キリチそんなでけえの、うん、いたね、昔ね、いたんすか、うん、こんなでかいの、いや、ここまでではでかくないけど半分ぐらいでさ、そうですよ、だってこれマレーハントって書いてあるの、パプアニューギニアとかこれが日本にいたって大変だよ、こんな、これすごい、でも雪が降ったら全部死ぬ、これはいるよね、これ見たことある、あ、あるよ、こんな細い木のやつ曲げてる、これなんだこれ、もんなにいる、いや、絶対触りたくないよ、これは嫌だな、いる、え、他もキリよりは ここにいるよ、うん、トンボの幼虫、あれ死んでる、死んじゃった、ああ、子供たちにいいじゃん、エイミナナオシのさっきの仲間だけど結構でかいのがいるんだね、キリヤダニ擬似体質そうだね、いや、これでやったらやだな、これだよ、竹見てるな、うん、神社とかに行くとね、神社とかに行くとね、これだ、怖い？こっちにもいる、うん、触ってみます、あ、いるいるいる、うん、触れないわ、こっちは綺麗だね、綺麗だもん、え？毒ないでしょ、多分だけど、昆虫の気持ちが分かったかな、うん、多分目回ってくるよ、ずっと見てる